アカデミーあるカッシーナピオ四世ローマ教皇庁科学アカデミーはバチカン四国の科学アカデミーである。1936年にピウス11世によって改組、設立された。数学、物理、自然科学や関連する認識論的問題の研究の進展を推進するために設立された。前身は1847年に設立されたンチ茶イ教皇庁立アカデミアで、 1603年にフェデリコ・チェイジが中心となって設立し、ガリレオも会員となった学会、アッカデーミア・デー・リン・チェイの名前を冠していた。ヤマネコ学会は30年ほどで活動を止めたが、イタリアで何度かその名前を受け継ぐ学会が作られ、ファシスト政権下でイタリア王立アカデミーに吸収された後、1946年にローマに、 イタリア国立山猫学会として再建されたアカデミーとは別の組織である。初代のアカデミア、デイリンチェイは17世紀後半に創立者でパトロンの死によって活動を中止した。1847年にピウス9世が新リンチェイ教皇庁アカデミアとして再建し、1936年にピウス11世が名称を変え、改組した。 ファシスト色の強いイタリア王国アカデミーが王立アッカデミアデーリンチェイを吸収したのは1938年である。1936年の自発協領員マルティス、ソロシースでピウス11世はアカデミー設立の目的について次のように述べた。かつてガリレオがメンバーであり、民族や宗教で差別されない今日の著名な科学者が会員である。 教皇庁アカデミーの存在は、世界の人々の間に、科学の真理と信仰の真理との間に存在する、深遠な調和の明白な印であります。ローマ教会は、世界に広がるすべての教会とともに、教皇庁アカデミーの機能が、大変重要であります。アカデミーに、教皇庁の名を冠するのは、ご存知のように、かつてのようなパトロネージュとは違った形で、 深く効果的な方法で、ローマ教会が関心と関与することを意味します。教会は最も人間的なものを真実の探求の営みにどうして十分に関心を持たずにいられるでしょうか。バチカン庭園のピウス4世宮殿に本部を置き、アーネスト・ラザフォード、マックス・プランク、オット・ーハーン、ニールス・ボーア、アーウィン・シュレーディンが、 チャールズタウンズらのノーベル賞受賞者が過去の会員として選ばれている。会員の定員は当初80人で、そのうち70人が終身会員であった。1986年にヨハネ・パウロ2世によって終身会員の定員が80名に増やされ、何人かの科学者が任命された。ローマ教皇庁が運営しているが、会員の国籍、政治的立場、 宗教的立場に影響を受けずに科学的な情報を発表できる。主な分野は以下の分野である。物理学、天文学、科学、地球科学、生命科学、数学、応用科学、科学哲学、科学,学,科学史の分野に分けられている。主な出版物には以下のようなものがある。ありがとうございます。